はい、前回は、前回の動画ではかかとの部分であったりとか足の裏のところの部分に対してグリグリしていってご自身でしびれを取っていくっていうやり方をお伝えしていったと思います。本日の動画はもっと胸元のところですね、お尻の部分に対する、アプローチ、治療のやり方っていうところをお伝えしていきます。これはしびれであったりとか、腰の痛み、あとは膝の痛み、もしくは首の痛みとかにもかなり関わってくる部分になります。かなり多くの部分に、治療効果、ご自身で状態を改善していくやり方になりますので、ぜひ、今回のこのお尻のケアですね、お尻の体操のやり方をまず実践してみていただければと思います。用意するのがこれ、テニスボールです。テニスボール持ってないよって方はこれ100円ショップとかにも売ってるので全然何でもいいですし、ちょっと硬めのテニスボールを買ってきてあげてください。野球ボールとかになると硬すぎて痛いので注意です。ゴムボールだと柔らかすぎるので、僕はやっぱりこのテニスボールが一番安いし使い勝手がいいかなと思ってますので、このテニスボールをぜひご購入してみてください。これをまず用意していただいて、でお尻の体操です。お尻の体操、お尻が上手に使えてない方であったりとか、筋肉がカチカチになりすぎてしまっている方が、腰の痛み、膝の痛み、首の痛み、そしてしびれとかっていう部分を発症してしまいますので、このケア、体操をやっていただくとその辺が解決していきます。お尻のここの部分ですね、一番体の中で大きい筋肉、一番体の中で大きい筋肉ですが、ここが硬くなりすぎると体の痛みが、もちろん大きいところが使えないと違うところが頑張んなきゃいけないので、そうすると痛みが起こってきてしまいます。なのでこの体操をやっていきましょう。やり方としてはそんなに難しくないです。上向きでまず膝を曲げて寝ていただいて、膝を曲げて寝て、必ず膝曲げちゃってください。でお尻の硬いところがいくつかあると思いますので、ここにテニスボール、テニスボールが今ここ当たってます。下の部分当たってます。これで当たってる方の膝は倒しちゃう、当たってる方の膝は倒しちゃう。こうするとお尻の部分にですね、ぐーっと圧力がかかって痛気持ちいい感じがあるかなと思います。痛気持ちいい感じですね。これで深呼吸です。ゆっくり吸って吐く、ゆっくり吸って吐く。痛気持ちいいところは何箇所かあると思います。お尻の部分ですね、上手に当てて、うまーく足を倒してあげることで、そこの部分に圧力が加わっていきますので、お尻の部分で、まず2箇所ぐらい、2箇所ぐらい、深呼吸10回です。深呼吸10回。で、痛くなくても、反対側もやってあげてください。反対側も同じように、こっち足は曲げたまま、押さえてる方は、ちょっと見えにくいですが、これ倒れてます。これで深呼吸です。深呼吸10回。これをやっていただくとお尻の筋肉が柔らかくなってくれますので、まずここのお尻の部分を柔らかくしてあげることによって、あなたの腰の痛み、膝の痛み、首の痛み、そして足のしびれであったりとか、そういう部分がかなり改善していくはずなので、ぜひですね、これの体操を取り入れてやってみていただければと思います。深呼吸10回を朝と夜、歯磨きと同じ感覚でやってあげればそれで OK なので、ぜひですね、このお尻の体操を頑張ってやってみてください。本日のお話は以上です。本日も動画を見ていただきありがとうございました。